どこに行こうか。秋のもみじも冬の雪もあなたと見たい、あなたといたい。繁盛バスケ出てくるのかな。てかさ、これやったな、懐かしい。決めているが、これはお笑い芸人とやった、 YouTuber と。お笑い芸人チームは3点。俺ね、パスずっと回しててね、まあ、そうですね、こんなファールしたの。あ、そうです、ここもないですよ、俺の活躍シーン。休んでほしいところです。あ、また点差が。もう一度、もう出てるやん、ほら、顎の長い人、顎の長い人出てますよ。4点差になります。これもう本当に接戦ですね。うん、顎長い人走ってますよ。さあ残り1分になります。第1クォーターも残りわずかになってきました。右サイドからつながって、顎長い人走ってます。さあどうだ、 YouTuber 遠目から狙っていきます。惜しい、取った、リバウンド取って、一旦ここはためを作ってから逆サイド。いい、ね、打たされてるな、完全にシュート入ります。ちょっと内藤さん見て笑ったらになりました。はい、なんか俺さ、パスしたし、マスオ TV と友情コンビシーンあるんだろ、どこだっけな。あ、これ、これ見て見て見て、これマスオ TV との友情コンビシーン見て。安藤選手がシュートのかわしい、いいパス。マスオ TV との見て、コンビシーン、マスオ TV って言ってる。見て、マスオ TV、 お前ちょっと待って、この下のこれ見た、今のこれ見て、下のマスオ TV の写真めちゃくちゃいい。これは決まりません。めちゃくちゃいいこの写真、マスオ TV の。ねえ、見てこの写真、見て、この写真やばいな、めちゃくちゃ強そう。バスケ、はい、どうも、みさぶちゃ、ハンジョです。この時、肩外れてたんだよな。得意なんですけど。って感じです。なんで僕喋ってんの？めっちゃ入んのよ。なんで僕喋ってんの？もう喋ってんな。なんか知らないけど。バスケに得意になって。なんだ、こんな動画あったっけ ?1 年前。1年前か。懐かしいな、なんか。そんな、こんな時期あったな。でもさ、こんで寝癖、やっぱ寝癖出てんな、やっぱり寝癖の位置変わんないね、俺ね。レブロン、やっぱ体重いな、こう見てもやっぱ NBA って半端じゃないわ。 NBA ってなんかもう遅いもんな、全てが、全てが遅いわ、半端じゃねえよ。もう今こんなにも動けないわ。やっぱ NBA 見よう、やっぱ。